辰尾記事は、栃木県下家市にある新言州地山派の寺院。下家薬師寺の南方に立ち、同時の別院とされている。寺田では、奈良時代の天平法寺5年、元寺が、当の辰尾記事の社奈天壇の法を移し、西雲山辰尾記事として回帰したという。かつて存在した、薬師寺造院の流れを引くと言われる寺院で、近世には、佐竹氏から寺領二十国を寄進されている。 また、薬師寺の後に建てられ、薬師寺不動員の流れを引くという暗黒寺との間で、天南元年から教法4年にかけて、薬師寺の政党を争う訴訟を起こしている。議論の末、天保9年に暗黒寺は、会談達尾記寺は、元人墓所を守護するという合意に達し現在に至っている。境内には、道教の墓と伝わる円粉や元人を消費のほか 自治医科大学附属病院生霊殿の納骨堂がある。境内には道教塚として直径約38メートルの円墳が残っている。出土の埴輪から6世紀末頃に作られたとみられる古墳で元からあった古墳に追想の形で道教が葬られたと伝える。この道教塚は下付市指定史跡に指定されている。また、境内北方には 岩神を消費として、岩神の弟子が遺徳を忍び混流したという供養費が、立つ。石踏みの前の菩提寺は、岩神の杖が根付いたものと言われる。この石踏みは、下付指定史跡に指定されている。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。